はいどうも、VIP です。やってきました。VIP です。よろしくお願いします。VIP です。ということでですね、本日の動画はですね、スパーク宮崎選手使ってみたんです。ありがとうございます。いやー、宮崎選手、しかもスパークの選手、初めて使います。はい。めっちゃかっこいい。で、しかも宮崎選手使うのも多分ね、2年ぶりぐらい。宮崎選手僕ね、めっちゃ思い入れあるんですよ。西日本大会優勝した時に、一番最初にそのプロスピの限定背景でゲットした選手が宮崎選手なんですよ。こちら。はい、こちらですね。こちらの宮崎選手を僕ゲットしたんですよ。この時サード B やって、で、僕サード持ってなくて、宮崎選手を選んだんですよ。優勝して。で、日本一になった時は王さんをゲットしたんですけど、この時はね、この背景の宮崎選手、あんま能力もまあそこまで変わってないね。で、その次使ったんがこの宮崎選手です。この宮崎選手継承して、この宮崎選手から使ってないんですよ。宮崎選手をもう宮崎言いすぎても、宮崎がゲシュタルト崩壊してます。はい。ただまあこの宮崎選手よりかは今の方が能力が高いね。うん、特殊能力も多分今の方がいい。超アベレージヒッター広角秀逸、うん、これの方がいいね。いや、これ宮崎選手結構打ちやすかったら掛布さんワンチャン危ないんじゃないかということで、称号チャレンジやっていきましょう。七崎ですね。七崎敏郎ということで、パワーが上がってほしいんで、まあもう何でもいいんですけどね。もうとりあえずもったいないんで本は。はいはい、圧倒的なミート、納得いった称号でやめます。はい、強スラとかついてくれたら、あ、来た来た、来い来い、えあーあー、なるほど、勝利の人はいいね。出品お願い。あー、そんな甘くないか。来た来た、高級筆だ。あと3回来た来た、超人。あと2回。あー、しゃあないな。4枚つけたろう。うん、4枚つけたるわ。ラスト、うわ最悪。さあやっていきましょう。朝の6時リアタイですね。朝6時、どんな方がやってるんやろな。通勤中かな、通学中かな。電車って6時動いてるんかな。動いてるな。電車って5時くらいから動いてるよね。お疲れ様です。最悪。さあ来ました。え、めっちゃ能力下げる。お、懐かしいこの音楽。はい、懐かしい。敏郎選手使う、マジで懐かしい。てかワールドカップよ、ワールドカップ。なあみんな、俺が観戦生放送したら負けたんですけど。うわ最悪。よし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 、めちゃめちゃ DM 来たわ。お前のせいで負けたとか、お前が観戦するから負けたんやとか、めっちゃ来たわ。もう次のスペイン戦はやめとくわ。さすがに絶対関係ないやろうけどね。絶対関係ないやろうけど、やらんとくわ。しかもなんか朝の4時やからね。次、はい、イージーファイト。すいません、堀口恭司選手が朝倉海選手に勝った時のイージーファイトやっちゃいました。イージーファイト。はいよ。もう今大会図ボディが、大会なんていうかな、今まで大会ずっとやっててランク戦やったらこう体感速くなりすぎてめちゃめちゃファールが増えてたけど、今もうこの年取って反射神経が遅くなったからの大会図ボディはちょうどいい感じでランク戦に臨めます。はい、大会で目慣れたらちょうどランク戦がいいスピードぐらいの体感になるんですよね。はい、これが年です。老いです。老い。いやだる、味しめたなこいつ。じゃあスパーク背景の村上選手いこうか。はい、スパーク背景。はいよー、おらー。いやけどこれ回ってくるかな、敏郎さん。シャノス。さあ田口選手、これもうナイスバッティング。さああと2人で回ってくるよ。はい、全出し。坂本勇人全出し、抜けて、いやマジか。さあこれ回ってきますね。てかマジでもうドイツ対スペインが引き分けたからさ、日本スペインに勝たんとあかんでな。ほんまに頑張ってほしい、マジで日本代表。ナイスバッティング。さあさあ敏郎さん全出し、全出し来い。おお来た、全出し来た。けど相手キレ出てるから、これもっとミート上がってるはず。ホームラン打てるかな。打てるやろな、高弾道やし。来た、いやアベレージヒッター、アベレージヒッター。掛布さん怪しいよ、掛布さん。宮崎選手いいよ、いい成績残してるよ。やられた。嫉妬スローカーブやられた。最悪や、嫉妬スローカーブのせいでスローカーブが頭に入っちゃう。いやー、これ絶対もう1回ぐらい投げてくんじゃん、これ。よいしょー、これ多分次来る、絶対来る。次来るんで、それをホームラン打って、強制で終わる。絶対来るから。1球目かな、いや、1球目来るかな。ちょっとゆっくり待とう、広く待つ。
おい、来るよ、次来るよ、次来る。俺もうそれしか待ってない今。次が2球目。読み当たった。いや、ホームランにしたかったな、これホームランにしたかった。読みは当たった。もう一回来るんちゃう、諦めのスローカーブ。諦めの失投スローカーブ来るで、これ。何で来るか。いや、こんかったわ。さあ、2試合目行きましょう。ここホームラン打てそうやな、パイパイドーム。そうですね、とにかくしっかりコントロール。ナイスバッティング愛も変わらず。さあ、全出し来るか。いやー、これはきついな。この能力がきつい。走っていい。はい、アルタマス。静止してた、今見た。今見た、宮崎選手。静止してる。長径か。どう？今のところ宮崎選手全部ヒット。やばい。打ちやすすぎる。打ちやすい。打ちやすぎ。さあ、相手ピッチャー松本選手。あれどんなんやったっけ。あれ俺動画にしたよね。フォークやね、確か。フォークや。追い込んでからフォーク使ってくるやつや。はい、追い込ませません。あー、全出し。いやけどこれ高角出るから、ホームラン打てたな。さあ、いつ使ってくんねん、そのフォーク。そのフォークだけ張ったろけ。えー、なんやそれ。走ろ。どう？どう？よーいや、まあ D ランクやけど、うん、D ランク相手やけど嬉しい。だって今4打数4安打やもん。えぐい、敏郎えぐい。やっぱ右打者得意な人はサードで全然ありよね、宮崎選手が。ほんまにガチめに、冗談抜きで全然当たり。うん、 ER やな。ER やな、これ絶対絶対 ER やな。最近 ER とよう当たるわ。あれ、ちょっと待って、応援かない。さっきコールドなんていうかな、さっき宮崎選手の打席終わってから応援かなくなってん。もうえって、これ MLB 入ったって。 MLB スピリッツ始まってるって。 MLB スピリッツ、メジャーリーグベースボールスピリッツ。なんか寂しいわ。最後2打席連続。いや、マジで打てそうな気しかせえへんねんけど。ほら、やっぱ昔使ってたから、俺、宮崎選手ずっと使ってたんですよ。そのサードの左打者をずっとゲットできなくて、宮崎選手ばっかり使ってたんですよ。だから多分ね、なんかこう愛着あるというか、体に染みついてるんや、宮崎選手の操作感が。おい、 ER 切断すな。リタイアせ。 ER が切断すな。ちょっと待つわ。こんなんするからな、 VIP の視聴者は煽ってくるとか切断されるとか言われんねんで。なあ、 VIP の視聴者はガキしかおらんって言われんねんで。うん、違うで、見てる人が多いだけやで。うん、俺の視聴者かとかじゃないで、みんな見てんねん俺のこと。うん、押しまーす。さあ、何試合目かちょっと分かんないけど、また応援歌が外れてる。メジャーリーグみたい、ほんまにこれ。ファール打ったら、メジャーリーグみたいやな、マジで。いいな、これも。これもいいな。やばい、外駒投手ちょっと打たれへん。注目です。初球打ち。いつの話言うね。ほら。よいしょー！ 5 打席連続ヒットです。さあ、行きましょう、宮崎選手。マジか。特納出な。全然特納体質じゃないや、宮崎選手。はい、マジかよ。いやけどこれ連続ヒットかかってるからな。非常に柔らかいバッティングで、きた。よしよし、やばい、マジで敏郎やばい。打ちやすすぎる、えぐい。この菅野さん通用するかな。相手の方、結構ランカーやったんで、230位ぐらいの方やったんですけど、この菅野さんが通用したらマジで熱い、激熱。相手の方名前熱盛をやったから、熱盛を。普通に強い、マジでスピ解放してよかった。ナイスボール。これボール球振るでしょ。はい、イージー。イチローじゃなくて高橋由伸。さあ、宮崎選手、いやー、特納出ないわ、マジで特納出へん。特納出ない中よくやってる。さあ、連続ヒット続くか。高め、際どいが。うわー、えぐい。え、マジで宮
崎選手ちょっと使うかこれ。